皆さんこんにちは。今回の暮らしの安全情報は秋の全国火災予防運動についてお話しします。秋は空気が乾燥して火災が発生しやすい季節です。今年も11月9日から15日までの1週間秋の火災予防運動が実施されます。火災予防運動の目的は住民の皆様に火災予防についての意識を高めていただくことで火災の発生を防ぎ尊い命と貴重な財産を守ることです。それでは住宅火災を防ぐために普段から習慣にしていただきたい3つのポイントをご紹介します。ポイント1、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。洗濯物をストーブの近くで乾かしていて火災になった事例が多くあります。ストーブの上で洗濯物を乾かさないようにしましょう。ストーブの周りは整頓し、カーテンなど燃えやすいものの近くに置かないようにしましょう。また就寝中に布団が電気ストーブと接触し出火した事例が発生しています。ポイント2、放火をされない環境を作る。全国的に放火が発生しています。自宅の周囲にゴミや段ボールなどの可燃物は置いていませんか？日頃から自宅の敷地内は整理整頓して可燃物を置かないようにしましょう。ポイント3、住宅用火災警報器を設置する。就寝中の火災にいち早く気づき逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。寝室と寝室につながる階段の天井には必ず設置しましょう。続いて住宅用火災警報器についてお話しします。住宅用火災警報器は火災が発生した初期の段階で煙を発見し逃げ遅れを防ぐ効果があります。しかし適切に管理されていないとその威力は十分に発揮できません。それでは設置した住宅用火災警報器の維持管理のポイントについてお話しします。電池切れに注意。定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認をしましょう。警報音か音声が鳴れば正常です。電池の寿命はおよそ10年ですが機種や動作環境により異なりますのでご注意ください。定期的に手入れをしましょう。住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。定期的に汚れていないか確認しましょう。警報音が鳴ったら住宅用火災警報器は火災を感知した時以外にも電池が切れそうになった時や故障の時に音や光で知らせてくれる機種があります。火災が発生していないのに警報音が鳴った時は取扱説明書を確認しましょう。松阪地区広域消防組合では秋の火災予防運動期間中にさまざまな店舗や施設、事業所へ行き消火、避難、通報などの訓練を実施します。また期間中には重点的に管内の事業所に立ち入り検査を行い火災の危険や消防法令違反がないか適切に維持管理されているかなどを検査します。ショッピングセンターなどの店頭で防火啓発活動も行っています。住民の皆さん一人一人に火災予防に関心を持っていただくことが一番の防止策になるためです。令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。また消火器を設置後6ヶ月ごとに点検し1年に1回消防署へ点検結果報告書の提出をしてください。火災は大切な財産や命を奪ってしまう恐ろしいものです。日頃からご家庭や職場で火災予防について話し合い火の用心を心がけるようお願いします。